ハロー YouTube、どうも、ドナイ山本です。僕ですね、昨日、藤田菜々子ジョッキーに関する動画を出しまして、1年以上前にね、調整ルーム内でスマホをね、持ち込んでいたことが分かって、で、それに伴ってね、非常停止処分がね、言い渡されて、で、それに対して、引退届を出して、菜々子、嘘よなっていう動画を出したんですけど、ちょっとね、今日の朝、入ってきたニュースで、ちょっと風向き変わってきたっていうか、ちょっと、これ話ちげえぞってなってきたんで、ちょっとね、僕昨日の動画出しっぱなしだと良くないんで、ちょっと改めて動画を撮ります。昨日の動画の中では、僕はね、その JRA のね、処分の発表を、それをね、まあ、信憑性の高い情報源として、まあ当たり前なんですけど、まあそれしか情報源なかったんですけど、それをもとにね、話したわけで、まあその中で僕は、藤田菜々子ジョッキーは、1年以上前に、若手ジョッキー6人がね、スマホの不正使用があって、非常停止を食らってる時に、JRA の調査の中で、私はスマホを持ち込んでませんと虚偽の回答をして、で、それで処分をね、回避していたと。それはね、ちょっと、さすがに、悪質性が高いな、っていうふうに言ったし、で、さらにね、今回の件で引退届を出すってことで、ちょっとこれ逃げるような感じになっちゃってんなみたいなことを僕話したんですけど、ちょっとね、なんかそれ違う可能性が出てきて、ちょっとわかんないんですけど、何を信じればいいのかわかんないから、あれなんですけど、今日のね、朝ね、師匠のね、根本調教師が記者会見して、その中ではね、JRA の発表と全然違うこと言ってるんですよ。去年6人のジョッキーが処分された時に、菜々子ジョッキーを調査でね、調べがあった時に、過去にやってたって自白してたらしいんですよね。で、自白してて、それに対して、厳重注意の処分があったらしいんですよ。これは公になってないことなんだけど、あったらしいのね。で、厳重注意の処分があったっていうふうに言ってる。でも JRA の発表では、今回の調査で明らかになったと。だからあの時は逃れてたってことなんだよね。だからもう全然真っ向から対立したこと言ってるわけ。だからこれどちらかが嘘ついてるってことになるんですけど、まあただね、まあ僕の感覚で言ったら、これ多分根本調教師側、藤田菜々子ジョッキー側はこれ嘘ついてないと思うんだよね、これ。そうなんだよね。だからこれ本当だとしたら、やばくて、JRA、ひどいなって話になってくるんですよ。だって、去年のね、調査の時に、まあ、自首してるわけだから、やってたって。それに対して厳重注意の処分があったわけなんでしょ。でもさ、そのこと公にしてないじゃん。多分ね、今回、菜々子ジョッキーが文春に目つけられちゃったから、菜々子ジョッキーだけがね、ちょっと上がってると思うんだけど、他にも結構いたと思うんだよね。でもまあ、厳重注意だったと。でもそれをね、なんかそのことをなかったことにして、今回明らかになったと。なんか文春が、要はね、JRA の中で終わったことなのに、文春がすっぱ抜いて、なんか公にバーってなっちゃったから、もう収拾つかせるために、ああ、やってた。非常停止です、みたいな。これはね、ダメでしょ。そもそもさ、一回そのことに関して厳重注意の処分が下されているのであれば、もう、一事不再理じゃないですか。まあ、これ刑事事件の裁判とかじゃないからね。ちょっと厳密には違うんだけど、同じことで一回処分食らってるのに、もう一回処分あるって、ダメでしょ、これ。しかもなんかもう、処分もさ、なんか、さじ加減じゃん、これ。全部。ね。まあ、水沼ジョッキーがさ、9ヶ月の非常停止とか、もうなんか恣意的に運用されてるから、もう、まあもちろん全部悪質なんだけど、ルール違反したのが悪いんだけど、ねえ、かたやね、なんか暴行事件とか起こした調教師がさ、なんかそんなに処分食らわなかったりとかさ、なんか脱税とかしたさ、馬主がさ、なんかそんな処分食らわなかったりとかさ、なんかもう、なんかその時のさじ加減とかもう裁量でさ、やってるんだよね。もう罪刑法定主義じゃないんだよね、JRA ってね。やばいよね、これ。だし、そんなんだったら、そりゃね、泣く泣く引退届出すわな、そりゃ。
なんか闇感じるよね、これね。なんかすごい圧力があるのかもしれないしさ、JRA の方から分かんないけど、本当のことは分かんないけど、まあただね、もうこうなってしまった以上、JRA と藤田七菜子ジョッキーの信頼関係がもうなくなっちゃってるわけだから、もうさすがに ジョッキーとしてっていうのはもうないのかもしれないけど、あまりにも残念だよね。これ JRA が良くないよね。だからちゃんとさ、自首した時にさ、ちゃんと処分してればよかったんだよ、ちゃんと。他にもいるかもしれないけどさ、その時になあなあにしないでさ、しっかりと処分みたいなのをこれやってればよかったのに、なあなあにするから、どっかからがすっぱ抜かれて、誰がすっぱ抜いたのか知らないけど、誰が文春にすっぱ抜いたのか知らないけど、それでさ、こういうふうにバーン出てきてさ、それで収拾つかなくなったから非常停止ですみたいなさ。で、しかも、その時にさ、本当は自首してんのになんか自首してなかったみたいなこと言ってさ、藤田奈々子を悪いようなことに言うみたいなね。こりゃあね、こりゃかわいそうでしょ。こりゃダメでしょ。っていうふうに思いますね。これ JR 最悪だなっていうふうに思いました。いやー、とんでもないことになってきてるけど、まあね、そもそもなんかもう、週刊誌消えろやって話なんで、なんか伊藤淳也の時もそうだけどさ、マジいい加減にしろやって話なんだけど、まあでも、まあ、今回はね、まあ、週刊誌もそうだけど、まあ、JRA の対応が最悪すぎるのあるよね。やっぱなんか、角田大河騎手の件に関しても、なんか JRA の対応も最悪だったと思うし、村社会の良くないところがもう思いっきり出てきたんな、思いっきり出てきてるなっていう感じがしましたね。いや、一回さ、一回厳重注意で処分下したんだけど、同じことでもう一回処分下すって、なんかもう、法治国家じゃない、まあ国じゃないんだけど、まあまあね、まあ民間の組織だからちょっと厳密には違うんだけど、そりゃあさ、当人からしたらふざけんなって話だな、そりゃ、大泣きしながらさ、引退届出すわ、それ。それは同情するわ、そりゃ。そんな組織でやってらんねえもん。そんな組織にさ。しかもさ、今までさ、藤田七菜子ジョッキーがどれだけさ、JRA というか競馬界に貢献したと思ってんのって話だよね。その功労者に対する仕打ちがこれかよっていうね。いや、まあ、元はといえばスマホ持ち込んだ七菜子ジョッキーが悪いのかもしれないけど、でも悪いことして、それ自首して、それに対して、一回厳重注意ってやってんでしょ。ちょ、終わったことじゃん、それで。それをなんか週刊誌にすっぱ抜かれたからっていうのはさ、ダメでしょ。まあまあ、まだね、まあ、正確にはどっちの言い分が正しいのか分かんないけど、仮に根本調教師と内田七菜子ジョッキーの言い分がそうだったら、もうこれ最悪な話ですよ。だから JRA はちゃんと説明しないとダメですよ、これ。ですよね。角田大河ジョッキーの時も、なんかもう、歯切れの悪い説明だったしさ、今回もそうだしさ、もうなんかね、組織が終わってんなっていう感じが、するわな。だからもう競艇とかさ、なんかボートレースとかさ、競輪とかオートレースみたいにさ、もう金属探知機、あれどうやってるのか分かんないけど、なんかしっかりあれ厳密に預けてんでしょ、ちゃんと。ね、そういうふうにすればいいのにって感じもしました。なんか性善説の乗っ取ってやるんじゃなくて、ある意味ジョッキーを守るためにもそれやるべきだし、いや、だからやっぱ、去年の一斉調査の時にやっぱもっといたんだろうね。いたけど、全員騎乗停止にしたら多分競馬成り立たないから、こういう風にしたんっていう風に思われてもしょうがないよね。まあわかんない。全部仮の話で推測の域を出ないんだけど、本当のことわかんないから、もう情報源がね、あれだから、推測の域で話すことしかできないんだけど、まあ、だからもうちゃんと説明するべきだなという風に思ったし、まあ、藤田七菜子ジョッキーのね、ジョッキー人生がこうなってしまった、最後がこうなってしまったっていうのは非常に残念です。まあ、まだ引退の時受理されたわけではないから、まだ分かんないんだけど、まあ、ただ本人のね、まあ、今まで回ってきたいろんな記事とか見るに、多分本人の意思相当固いから、まあしょうがないのかなって気がしますけど、まあ、残念だなっていう話でした。以上です。